寒い。キラーン。はい、毎度こしやすつららん、アタックやつららんの職人、ひょちんでございます。本日はね、ちょっとだけ珍しい動画になると思います。なぜならば、これも見るからに野外やとお気づきやと思うんですけど、でもね、画材紹介も兼ねた動画となっております。で今日ね、なんか天気良かったからちょっと来てみたんですけど、結構ね、なかなか寒いですね。海際ってやっぱ違いますよね、風がね。じゃあとりあえずね、今日どんな画材を紹介するか、ちょっと見ていきたいと思います。うわ、風が冷たい。早く帰ろ。これね、この間セリアで買ったレトロ可愛いポーチでございます。こんなパンパンにするもんじゃないと思うけどね。この中にじゃーん。これはね、この間作った100均のエンボスペーパー、たくさんの人が作ってくれてね、ありがたいです。まあ、これは今日使わないんですけど、今回使うのはこちらです。じゃーん。以前なんかで言ったかな、また頼んでしもたって言って、これね、アリエクスプレスさんで買ったメモ型のこのね、パノラマ使いできて、しかも1枚1枚切り離しもできるというメモ帳型のスケッチブックです。でも考えたらさ、これ作れるようになったっていうことは、パノラマ型も自分で作れるし、いらん買い物やったかなと思ったんですけど、なんかポイントクーポンを使えって言われて、なんか500円執行するぞって脅しかけられて、じゃあ買いますみたいな感じで買ったんですけどね。これをちょっと今日使って軽くスケッチしてみたいんですね。で、軽くスケッチするといっても、今回書いていくのは鉛筆ではなく、じゃん、滑らか革命ゲルインキーボールペンでございます。ジュースアップ。これね、なんかね、非常に評判良くて、サラサラ書けるらしいんですよね。しかもね、このボールの径がですね、激細 0.3 ですよ。激細とね、あとなんか極細があったんですけど、どっちが細いんか分かりにくいよね。激細と細。細細じゃないよ。極細。激細が一番細かったと思います。0.3。どんなもんかなと思って、これでちょっとサラサラっとスケッチして、で、この小型の、透明水彩ホルベインのチューブ乾かしたやつで書いていきたいと思います。で、水筆ペンはダイソーさんのものと、この間、買ったちょっとでかいかなとも思うんですけど、大胆な筆跡が活かせる、何やったっけな、水書き用筆でございます。これをちょっと使ってみたいと思います。じゃあちょっと寒いんでね、パパッと終わらして帰りたいと思います。寒い。よいしょ。でもなんかね、サラサラっと10分ぐらいでね、加工おしゃれな水彩目指してるんですよね。これメーカーはなんて言うのかな、はい。でね、結構ね、この質感はね、良さげなんですよ。ほら、ざらつきがあってね、風景画に良さそうな感じ してますね。じゃあ、感じね、そこら辺をパノラマ風に描いていきたいなと思います。寒い。さあ、使い心地はどうかな。お、でもね、確かにサラサラ描ける。もう今回は大胆に描いていきましょう。寒いし。結構ね、このスケッチブックの目荒いんですけど、割とサラサラ描けますね。この何やったっけ、滑らか革命ジュースアップ。うわ、寒い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 。もうデッサンというよりね、もう例えば木立やったら木立、
ライトやったらライトって、位置関係だけでね、もうガンガン描いていく感じで。まあ、あとで絵の具でね、ちょっと調節するみたいなぐらいに思っといたらいいんじゃないですかね。この段階であんまりこまごまスケッチはしません。綺麗に描けてなかったりするのがいいので、そこはもう気にせず、ガンガン描いていきましょう。こう建造物がね、なんかあまりにもぐにゃぐにゃ曲がってないかとか、そういうことに気をつけておけば、そこまで変な絵にはならないと思うので。あ、寒いな、それにしても。建物とかめっちゃ雑です。もう木も塊として捉えてます。あー寒い。はい、こんな感じで描けました。これね、色塗っていきたいと思います。今でちょうど6分ぐらいですかね。じゃあこれで一気に、着彩していきたいと思います。これでかいかな、さすがに。でもね、僕ね、水筆でね、ちまちま塗るの好きじゃないんですよね。あ、落ちた。一気に行きましょう、一気に。大胆に塗りましょうね、塗るときもね。あ、でもいいわ、やっぱこうやって大きい筆使いできる方が僕は好きかもしれない。あれやな、配線を引いてない。これやっぱあれか、パノラマはダメなんか一枚一枚使わなあかんタイプ。まあいいやおー、そう。いやでも自分には性に合ってるかもしれん、これ。このでかい筆でなんかね、非常に描きやすい。でね、このね、紙もね、なかなかいいですね。
ケッチ日和やでとか言うたやつ誰や。寒いがな。雲の実力が発揮できへんわ。この筆はね、僕的にはありですね。かなり。もうありありのありですね。下田、ガッシュがない。ガッシュ忘れた。今日は何を忘れるんかと期待した皆さん、今日はね、ガッシュを忘れましたよ。で結構ね、彩色の面で言ったら、さっきに書いたボールペンのこのね、感じがいいので、これはあんま塗りつぶさないように、あんまりこう、過剰なタッチはたけてます。割と単彩着色っていうかな。寒い。結構でも水を多用するので、水のボトルをね、予備で持ってきた方がいいかもしれません。大筆やとね、結構水いります。いや、この紙の質感ええわ。洗い出しもできるし。わ、ちょっと晴れ間が見えてきて、ぬくくなってきた。筆をね、洗うのにこの水を大量に消費しちゃいますね。さあ、じゃあちょっと細かいところ仕上げて終わりましょうか。ガッシュがあったらな、この木のところとか白く抜けたんやけどね。筆変えようか。先の方に変えます。取れてんのかしら。ちょっと暗いんですよ。ガッシュ欲しいな。Thank you.
しょ。はい、メモ風パノラマ風景が完成しました。冒頭お伝えしたようにね、このねサイジングがこの部分効いてませんね。ほんまこうやってパノラマに使うもんではないらしいです。次からね1ページ使いたいと思います。こんな感じで出来上がりました。どうでしょうか、わかるかな。はいはいはい、というわけであまりの早帰りたさにですね、絵の解説するのを全く忘れてしまってました。今になってね火が照ってきたんですけどね、ちょっと今日は用事して帰りたいと思います。こんな動画ですけどね、なんか自分で絵描くときの参考になさってくださったらありがたいです。それでまたお越しやす。誰やスケッチ日和ユータン。めちゃめちゃ寒いがな。もうめちゃめちゃ寒いがな。風ビュービューや。なんかね、今日めちゃくちゃぬくいからあんた行っといてってね、小ちママに言われたんですよ、昨日。寒いわ。寒いわ、それは。もうめちゃめちゃ寒いわ。アホか。